ね。だからものすごくまだいいギリギリの球に見えるんですね。と立ち直らないと、この先まだ129試合ありますけどもね、はい、そして4番のバースでもいいみたいなね、打ち出しますからね、はい、ちゃんのことは忘れて頑張ると言っていた岡田。取りますが、早くもラッキーセブンのタイガースの攻撃は2番の和田からのところ3回目。大下さんが一つポイントを握る勝負の年になるであろうというその賭けです。スタンドへ放り込んでカープの投手陣なんですが、今日のバースはショートフライとピッチングができるようになりましたね。以前の方も問題になってきましたね。どうなんでしょうかね。と去年のことを思い出すでしょう。それは本人も言ってました。勝ちに行きたいと言ってました。ホームラン14本というのは入団以来自己最少。怖いですよ。それだけのバースにあれだけ慎重になったと思うんですよね。バース一人で追い込んでいます。2エンド1打ち上げてライトへありましたが、紀藤、津田、白竹、清川、山本和夫、小林、川端と出ています。とはわずかに1本だけの阪神タイガース。変化が非常にこの2つですかね。詰まっています。クラクラッと上がりました。ワンアウトです。ショーラーといったチームでも手こずりますよ。あ、そうですか、これだけ依然としてワンヒットピッチング、ショートゴロです。ランナーが出ませんか。先ほど長谷川さんもおっしゃってましたけども、村山監督がどこまで我慢するかでしょうね。どこまで、ね、これもどん詰まり。シーズンは多くなるんでしょうか。あるいは読み込み初球打ち3人が寄りますね。ここまで本当ですね。引っ張りました。1、2塁間です。ピンチヒッターはカオです。オープン戦はかなり打っていました、このベテランのカオ。非常に三塁側の村山監督、最終回に入っています。開幕ゲーム広島阪神戦ですが、北別府が尻上がりに好投を見せまして、1回から8回までゼロに抑えています。一応取ってましたけどもね、3点差ですからね、ベースにいることないんですね。ああ、なるほど。だからもう少し 1,2 塁間より寄らないとね、左バッターですから。ああ、なるほどね、そして広島か3対0だけどね、ボールの後に投げるというのはね、ワンアウトでランナー1塁です。上を迎えました。一塁ランナーは二塁を蹴って三塁へ。三塁。